はい、インボ飯でーす。今日はステーキをもうすでに焼いて食ってます。うん、美味しいです。あの、オーストラリアのね、広大な大地で育った牛の自由気ままな味がしますね。うん、なんでお前も裏で弁当食ってんだよ。撮影中じゃねえかよ、お前。お箸舐めんなよ、撮影中によ。すいません。平林美也子呼ぶぞ、お前。あの人最近さ、YouTube 結構出てるよね。あの人さ、いい人だよ。優しいよな、実はな。うん、お茶の間に呼んだら、喋ってる途中にガー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 うっせこと言ってきそうじゃね。闇屋さんとか多分やばいですよ。多分、あの子の胸ぐら掴んじゃうと思って。あの子同級生だからね。うん、とは1970年代ぐらい。うん、まあ、ということでね、僕ら TikTok もやってるんですけどね。うん、10万人早く行きたいなっていうところでね。まあ今、雄大がなんとかね、プロデュースしてくれてると思うんだけど、どうなの？いくっしょ、10万。10万は行くと思いますけど。でもなんかね、TikTok の10万人ってすっげえ気楽だね。YouTube で10万人行くの結構大変だった記憶があるからさ。YouTube ってマジで競争社会じゃん。常に競争に揉まれてる感じあるじゃん。TikTok って楽だよね。チャンスが多いもんね。おすすめで勝手に流れてくんじゃん、上から下からさ。YouTube はサムネまずクリックさせないとダメですか。うん。歌舞伎揚げ投げて、それ食って、渋谷掃除して、で、やっと10万だからね。歌舞伎、歌舞伎、歌舞伎、ぽいぽい。今日はね、何の話をね、しようかなと思ったんだけどね、大した話じゃないんだけどさ、そのうちね、メインチャンネルの方で上がると思うんだけど、メタバース内において、いわゆる永遠に生きられるっていうさ、そういう機能が実装されたんですよ。まあ、チェコのね、ソムニウムスペースっていう会社がね、うん、生前の時のその人の言動だったりとか、性格とかを全部 AI で全て情報を収集して、それをアルゴリズム的に、その AI によって、そこにも生きてるかのように動かす。一度死んだ人間が AI として蘇る。そういうサービスでね、うん、メタバースに搭載されると。ある種メタバースも結局オープンソースみたいなもんだからさ、いろんな会社、民間企業とか民間人がバージョンアップさせていくっていうさ、だからまあ現実社会とは一緒の、まあ、平行の中で永遠の命っていうのが誕生しようとしてるわけだ。でも結局ね、一回死んだ人間を AI で蘇らすってことは、まあその人の魂がそこになしなんだけど、ね。うん、ただそのロボットとして蘇るだけの話なんだけど、うん、今のところはね、亡くなった人たちが集められる天国メタバースみたいな、ありそう。亡くなった人に会いたかったらそこ行ってくださ い、 みたいな。確かにね、なんか完全再現されそうだもんね。もんでもグラフィックとかもさ、良くなればさ、でもほらプレステとかのさ、ゲームのグラフィックすげえじゃん、うん、もうあれほぼもう人間じゃん、そのもの。うん、だからあれがさ、もうこの VR を通して目の前に死んだ人間がいたらさ、やっぱさ、錯覚するよね、多少ね。だからすごい時代になるなと思ってね。もっともでもやっぱ危惧しなきゃいけないのはさ、結局メタバースっていう枠組みの中もさ、監視社会っていうところに向かって、でもその社会が出来上がると思うんだけどさ、例えば AI ヒトラーが蘇ったらどうするよってこと。誰かがふざけてやったりでもね、それは誰かが操作した AI じゃなくて、もう AI ヒトラー独自で行動するようになったら怖いよね。そう、まあ、ヒトラーはちょっとさ、さすがに非人道的な人物だからさ、モラルというかさ、うん、コンプラを考えたら、まあそれを蘇らせることはね、表上ないかもしれないけどね、うん、裏で AI ヒトラーが蘇ってる可能性あるけどね。まあ、AI ヒトラー的なものかもしれないです、それが。だから、まあ、ディープステートみたいな枠組みでさ、蘇る可能性はあるんだけど、まあ、表上だから、例えばノーベル物理学賞を取ったとかさ、そういった人物とかを蘇らせればさ、その人の生前のさ、思考とかさ、その論文のさ、落とされた思考とかが全部こう AI でさ、一回集められて、その AI も深層学習っていうのをするから、そこからまた AI がさらに最適解を見つけ出す可能性もあるんだよね。うん、まあ、例えば AI アインシュタインがまた新しい理論を提唱するとかあるかもしれない。うん、それはなんか大いにテクノロジーとかさ、人間の知恵の発展に役立つと思うんだけど、世界に革命を起こしてきたさ、例えばジョージ・ソロス、うん、AI ソロスが蘇ったらさ、メタバース内で革命を起きまくるんじゃないかっていうね。やがて亡くなってね、彼が冷凍保存されるかどうかも知りませんけど、データとして蘇るとすればさ、あいつのデータなんてクソほど残ってるわけじゃん、この世界に。うん、そういったその人の言論とか、彼が残してきたレポートとか、そういうものを全部さ、そういった資金の流れの記録とかを全部こう一旦収集してさ、ソロスがさ、アバターとして蘇ったらさ、またいろんなことやり始めそうだよね。だからそういう危険性もあるんだよね。その蘇らせる人間を間違えたら、メタバース内がカオスなことになるっていう。デイビッド・ロックフェラーはどうかな。世界皇帝ね。何回も心臓移植して、なんとか生きて、生きながらえてたんだけど、101歳でね、お亡くなりになって、うん、4年ぐらい前かな。心臓6個くらい入れたって話だもんね、うん、ロックフェラーだけにね。まあ、あいつはなんとか長生きしようと、まあ、最後までもがいた人物でもあるからね、デイビッド・ロックフェラーね。うん、最後の方は話しかけても答え返ってくるの1分後ぐらいだったらしいけどね。で、しかももうね、監視の社会だからね、もう AI の判断の中で生きていくしかない世界だから、あの世界は。まあ、裏抜けとかもさ、できるんだろうけど、必ずそこにデジタル記録ってのが残るからさ、もう悪いことできないんだよね。まあ、普通の人間だったら多分もう小細工効かないんじゃないのかね。うん、ああいう世界も全部デジタルタトゥーと
として残るからさ。だから2020年ぐらいから突然さ、そういう世の中になってさ、監視主義っていうのがさ、どんどん浸透してきたじゃない。でもね、監視っていうのはね、まあ、昔からあったっちゃあったんだよ。今みたいなさ、感染源を探すためにさ、あいつが今どこに行ってとかさ、そういうことは昔からやってたんだよ。ペストの時とかから全部その行動経路をたどってさ、最終的に例えばペストだったから、なんでこう止まんないんだと、ペスト病気が止まんないから、人の流れ全部たどったら遺体を燃やしてるところが感染源だった。だそういうのとかあるから、感染源を突き止めるって意味ではその監視っていうのは大事なんだけども、別の意味も含んじゃってるじゃない。そのデータっていうのはさ、ただの行動履歴でさ、原因を特定する以外の目的もあるわけじゃない。だって結局それがさ、いろんな企業にさ取り扱われてるしさ、だ生体情報がさ、だから今回のあれもそうだよ。この前も喋ったさ、ステップンとかのさ、ああいう NFT の中のデジタル通貨を稼ぐっていうところのあれに関しても、生体情報で稼ぎが変わるって話だけど、そのためだけの情報じゃないじゃない。それはとある民間企業にもさ、その人の情報っていうのが全部出て、それがビッグデータになったりとかさ、別の意味での監視体制っていうのも進んでるわけなんだよ。でそれによって権力を集中させたりとかさ、これはいつの時代もそうだけど、まあ、例えばテロがあったりとか戦争があったりとかした時にさ、武器を売ったりとかそういったこともするわけじゃん。それに対策グッズみたいなのがいっぱい生まれるじゃない。でそういう風にビジネスでも利用されてんだよね、俺たちの情報っていうのは。であと結局その今のこの監視社会っていうのがこうすごいこう強くなったっていうのもさ、まあ元々その監視社会に来る流れっていうのは計画されてたけど、まああの件が起きてからこうなったわけでしょ。今より世界が進んだでしょ。これね、あのショックドクトリンっていう考え方があるんだよ。何かが起きた時に国でもそうだし民間企業でもそうなんだけど、それを都合よく利用してそこに権力を集中させようっていう、だから都合の良い方向に流すためのチャンスって捉えてるところもあるんだよ。まあ、それがさ、まあ、国単位の組織やったりもするんだけどね。だから今この何がチャンスだっつったら、よりデジタルで管理しようっていうさ。だから急に流行ったわけじゃん、このメタバースって。あいつらが思い描いていた理想の社会がさ、より近づいたんだよね。そういった中でね、データだけども、あ、最初永遠に行きたいですかっていう。AI キリストっていうのもさ、あるんだけど、でもっとその制度っていうのがどん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 進化していったら、新しい聖書って書くかもしれないね。あ、書くね、新約聖書、うん、聖書の利権もね、めっちゃ怖いんだよね、今ね。これまたちょっと話があるんだけどさ、聖書の利権持ってる国がさ、今のは新禁帝約聖書って言うんですよ。でこれがさ、フランシス・ベーコンがね、翻訳したっていうさ。でこっからもうおかしくなってるっていうさ、こいつはほらシェイクスピアだしみたいな、いろんな顔を持ってるわけじゃん。こいつの書いた聖書はそもそもトーマス・ネルソン出版社ってところに所有したんだけど、最終的にルパード・マードックっていう人が代表を務めてるのかな。ニューズ・コーポレーションとかハーパー・コリンズ社ってところに今買収されてるのね。今アメリカに確かあるんだよ。ベイさんも聖書って読むんですか？全部読んだ。3年ぐらいかかった。この聖書に出てくる神ってなんか本当にクソみたいな人だなって思った。結構ひでえことすんのよ。ユダヤ人ってなんかエジプトですごい奴隷みたいな扱いされてたのね。で、これ出エジプト記っていうお話なんだけど、その神様がエジプトにいるユダヤ人たちに対して、隣にいるエジプト人の金銀財宝をパクって逃げろって言うのよ。神がだよ。ひどない結構。なんかめちゃくちゃ人殺すのよ、神って。聖書ね。改ざんされてるに決まってんじゃん。あ、そんでね、このハーパー・コリンズ社っていうのはさ、まあ、やっぱアメリカにあるっぽいんだよ。でこのハーパーコリンズ社のルパード・マードックっていう人物さ、マードック家ってとこの人らしいんだけどさ、すげえマルドックっぽい名前だよね。だからなんかさ、例えばこいつのマードック家ってのがさ、シュメールのバビロニアの悪魔マルドックから来てたとしたらさ、面白いなと思うんだよね。だそいつってさ、言葉ぶっ壊したやつだからさ、バベルの塔を建ててで考えたら、こいつがいろんなさ書物を改ざんしたりしてるんですよ。それこそエジプトの神話とかも多分全部改ざんしてるし、都合のいいよね、うん、まあもちろん多分バビロニア系の神話とか、もっと言うとそういうののさ、末裔を名乗ってるような組織がさ、今の世界の百科事典作ってさ、それを、はい、これがスタンダードですって決めてるから。で考えたら、改ざんされた聖書の版権がこいつ持ってるって考えたら、ちょっと面白いよね。いろいろなんかありそうだよねっていう、まあ、推測なんだけどね。まあ怖いよね、世の中の流れがね。怖い方向に来てると思うし、もっと危惧しないとまずいと思う。ズームが流行ってたりとかさ、なんとかパスポートとかも流行ってるわけじゃないですか。で今行動履歴とかも全部読まれてるんでしょ。飲食店も全部推奨してんじゃん、あれ入れなさいよって、あのアプリ入れなさいよって書いてあるじゃん、テーブルにさ。この QR 読み込んでそのアプリインストールしようとかさ、まあ、使ってるやついいのか知んないけどさ。でもあれ全部 Bluetooth 感でさ、すれ違い通信してるわけでしょ。だから行動パターンも全部取られてるわけだよ。じゃあその行動パターンで、じゃあ果たしてその感染源を特定するためなんてだけなんですかってこと、全部趣味思考も取られてるわけで、でそれが役立てられてメタバース内であなたが好きなお店とか目の前にポンって現れるかもしれない。そういう世界だもんね。だって時間空間距離の概念がなくなる世界がやってくるっていう話だもんね、うん、だからそういうことが可能なんですよ。もう自分が移動するんじゃないんだよ、その空間がもう移動する世の中になってくるわけでしょ。マードック家の人にエリザベス・マードックさんって人いるんだけど、その人の旦那さんのひいおじいちゃんがジークムント・フロイトで、この人ってあれだよね、聖書についていろんな意見を持った人
ストです。フロイトは聖書に出てくる神っていうのは太陽神アテンなんじゃないかって唱えた人。あーやばいね、多分全部繋がってる気がするな。そう考えたらな、もともとでもユダヤ教は多神教だったしさ、この世界の最初の宗教って全部多神教なんだよ本当は。俺の考えでは。追加のメニューが来ました。ネパールの神様が来ました。卵も半熟の神様だこれ。怖いっすよ、だってどんどん宗教が一神教化してきたからね。神にも階級ができてさ、でそこからその神をさなんか立ててお互いの正義を振りかざして戦争が起きたりとか虐殺とかね、うん、その土地の略奪とかで起きてきたんじゃない。偶像崇拝を禁止したじゃん、神様の、ね、銅像とか肖像画とかを。あれっていうのはそのアテンっていうのがすごくなんかタコみたいな宇宙人みたいなみっともない姿をしてたから、聖書の記述の神が自分に似せて人を作ったっていうことが嘘だってバレるのを恐れたためって言われてる。あそういう見解もあるんだね。タコに似せて人作ったんだったら人みんなタコになっちゃうはずじゃん、うん、ある種ね。偶像崇拝っていうのはさ、そもそも偶像がないわけじゃん、古代の宗教っていうのは。だからそういった意味でさ、俺を祭り上げろみたいなさ、そういったものに対して、うんうん、いやそれは違うだろうって俺は思うんだよ。でもこういうさ見た目がちょっとあれだからさ、俺を作らないでくれっていう考え方もあるのもちょっと面白い。面白いよね。宗教もさ全然俺その否定するつもりもないしさ、皆さんの自由なんでね。なんか本当の教祖の教えとは何かねっていうさ、そういうの疑問に思ったりするよね。本当にそういうこと言ってたのかなって。本来トップだった人間がさ、まあ年取って死んだりとかさするわけじゃない、うんうん、弟子みたいな人がさおそらくそれを継承していくと思うんだけどさ、本当に継承されてんのかねって思うんだよね、うん、都合のいいように変わってるとかあるでしょってなんか思ったりするよね、普通に考えてさ。どの宗教においてでもね、そういう風になんか変わっていったところはありそうだよね、うん、だってほら結局さあれを教義に入れるかどうかとかさ会議とかしてるわけじゃない、うん、そんで、まあ、ミトラス教も一緒にしちゃいましょうとかさやったりしてるのもあるからさ、昔ローマ時代とかにねって考えるとやっぱっていうところあるよね、うん、まあでもそういったね宗教的な意味合いで今争ってますからね世界はね。どちらも結局キリスト教系だからね、グラニーはね。まあキリスト教系のお互いの流派をぶつけ合うっていうかさ、今後移行していくって言われてるのが、まあ、デジタル空間だからね。結局あれもお金ねえとどうにもなあの世界だからな、あの世界って、うん、通貨必要だし絶対必要じゃん、うん、あとなんかほら物乞いできねえんだよ。だから多分タバコくれおじさんとか多分もう絶滅するのよホームレスが多分いなくなるんだよね、メタバースの中で、うん、その中のじゃあ神様は何かねってなった時にもう AI ですよ。俺たちはこの神様っていうともう目に見えないスピーチュアル的なものをさ想像するけど、その中のメタバースの神様はもうデータですよ。でもさスポーツできるようになるっていうもんね、うん、ほら体を動かせない人でもさ他人のやつって動かせちゃうとかさ、だからある種 e スポーツみたいな感じになってくる、スポーツがより自分が動くっていうよりかは自分のデータを競い合わせるみたいな感じなのかな。メタバースなんて結局全部思考の中の世界になるわけじゃない。自分はもうこうやって寝てるわけだからさ、イメージトレーニング試合になっちゃうみたいな感じなんじゃない。俺たちが思ってる常識とは多分またちょっと違うんじゃないかな。だからそれがね、まあ、2025年からスタートするからさ、それの本当の流行っていうのは、ね、今でも本当下準備どんどん進んでる段階でしょ。2020年からで2013年から新時代が来たわけだからね。じゃあその次のもう1サイクル2026年にやっぱ始まるんじゃないですか。やっぱ新しい秩序の始まりがなりそうだよね、こんな感じで、ね、そうだからそういったさ戦いの後にできた新しい聖書の中で千年王国が来るとかって言われるんだけどさ、じゃあその千年王国が天の空間になる可能性があるわけじゃん今の世の中で言ったらさ、うん、じゃあそこは果たして平和な世界なんですかっていう、その宗教的な正義を振りかざして後にできた世界でしょって、でそこはもう監視社会なのに永遠に生きるのはどうなんですかっていうことなんじゃないですか。ふふふって納得ついたな、みんな。まあ、この宇宙は創造維持破壊だからね、そのうちそれが壊れるっていう時代も来るんだよ。メタバースぶっ壊れる時代、そうなったらもう完全に怖いよな。だってデータだしな、うん、SF じゃなくなってきたね、いよいよ。そうだ、てか SF がすごい再現されてる、うん、本当そうだと思う。結局今の流れ世界もさ覚えてないんだけどさ、1990年代に公開された映画がさまさに今の現代を描いてる映画なんだけどさ、それ面白いよ。とあることが起きて一気に監視が社会がこうガンってなってっていう、うん、この全く同じ流れの映画があるから、うん、それ見たら面白い。今更ビデオが考えてる将来の日本みたいなの映画とかアニメみたいにするとかも面白そうですね。企業声をかけてくれ。外れたら恥ずかしくないやっぱそういうサービス不老不死サービスなんかがさ今徐々に実装されたりしてきてるから、まあちょっと今後どうなるか面白いよねっていう。そのうちね YouTube もメタバース内にね、僕らもだから一応で電脳 YouTuber になるかもしれない、うん、だから本当のバーチャル YouTuber というかさ本当の VTuber になるかもしれない。まあそれまで YouTube やってるか分からないけどね。だからみんながもうこのお茶の間の動画をそこら辺で見れる。そうそう、ここでような。だから130万人がここでもう今笑い状態で見てるかもしれない、みんなも。それはそれでなんかまあエンタメとしては面白いじゃないのっていう、うん、あの世界はね、まあ、ということなんで信じるか信じないかはあなた次第です。まだまだあらまだだな、ガリガリだもん俺は。
矢部さんのクニ君ってボケ好きなんですよ。何クニ君って。中山クニ君ってやつあるじゃないですか。え、じゃあ俺自分で。お前最低だな。